嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週ゲイタレイド毎週ゲイタレイド。あーちょっとね、お風邪をひいてしまってちょっと休んでみました。すいませんでした。いやー、6年ぶりぐらいに風邪ひいたから。いや、全然風邪ひくのか、お前ふざけるなって話ですよ、本当に。お前がもらったんじゃん、こっちは。えっ、あー、シャカだ、シャカだ、笑ってる。はい、ということで、2019年絶好調の絶好調、ドテゼラさんに。おい、お手で、お手、お手、お手です。皆さん、ホベリア島っていう島を知ってる？ああ、知ってますね。あ、何それ、美味しい。おう、ちょっと説明してくれんだ。見てみたよ。岡山県の横ぐらいにある。ちげえよ。え、なんか動くの？ホベリア島っていうね、一見普通の島なのね。イタリアのね、ベニスっていうところにある島なんだけど。ベニス？中学生かよ、ほんとに。絶対言うと思ったわ。この島にはね、ある大きな闇が隠されているわけなんです。何かと言いますと、はい、この島は、幽霊があまりに多すぎて、立ち入り禁止になった島なの。マジ？意味わかんないでしょ。そんなことあんの？これ世界一幽霊が現れる島って言われてる。え？行きた？何ホラー心を燃やしてんだお前は。え、でもやばいからダメになったわけでしょ。まあそれだけこの島で死者が大量に出てしまったわけなんだけども、この島の地面の半分がその死者の灰って言われてるぐらいやばいし。え？やばい。そう、背だけかぶさんでる。じゃあ一体この島何が起きたのかっていうことだよね。まあ時を遡ること、14世紀ベニスというのはもともと商売が繁盛していた町なんだけど、このベニスの近くにこのポベリア島っていうのがあって、よく商売にここに出かけるわけよ。そこに船で行く途中にちょっと休憩スポット、うん、そういう意味合いの島だったのね。あ、サービスエリア的な。まあ一言で言っちゃえば、まあ、中継地って言うんだけどね。管制塔ってやつか。そうそう、まあちげえな、挟むんだよね。で、そっからベニスに向かう途中に、うん、船員の一人にある病気を持った人がいたわけ。鳥インフルエンザ。ちげえよ。豚インフルエンザ。ちげえよ。しかもそれ鳥しかならないで、まあある恐ろしい感染症にかかってしまったわけ。もうとにかく感染がすごいから、そいつをベニスに連れていくのやめようと、その島に取り残そうと。これが悪夢の始まりなわけなんです。何の病気かっていうと、まあ結構有名です。ペスト。誰も知らん。ヨーロッパで大流行したね、もっそい恐ろしい感染病。もっそい。相当すごいからね、これね。もうね、どんぐらいすごいの？まず歴史がすごいのよ。紀元前300年からこの病気ね、今もあるんだけど、まあ今は治療法とかが確立してるから、まあ治せるんだけど、あ、当時は治せないわけで、皮膚が黒くなって死亡しちゃうことから、これ黒死病とも言われるわけ。出てくると黒死病は分かりますわ。うん、僕ぐらい偏差値89ぐらいある。わーすごい。9何も分からない。あー何も25になってる。分からない。なんとかしない、めんどくさいやつ。お笑い界のペストが。で、まあその船員を、まあ、はい、ペストにかかったからポベリア島に取り残したと。これをきっかけにイタリア全土でペストにかかったらもうこの島に隔離するっていうのが定着しちゃったわけ。そういうこと。それでもうどん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 隔離されていって大量の死者が出てしまったわけです。だからもうこの島に隔離されるイコール、もうあとは死を待つだけ。やばー。うわ、強兵やったり連れてきましょう。今コベラも行けない。だからもう治療法もないから、で医者をそこに派遣するとかいうこともないわけですから。だからまあ絶望的なわけです。治療しないね。そう、治療しない。諦めんなよ。もう諦められて。え、何の価値？超デカ。デカすぎない？超デカ。今のはやばいな。なんならその手前に落ちてたけど、なってたけどもうスルーしてた。そしたらもう無視するんじゃねえよぐらいの。いやいやいや。でね、あー痛い、痛いから。冷めた顔すなって。めっちゃ冷めてる。え、なに？なに？なに？え？なにこれ？ホベライズのチケット。あー、やめろやめろ、おしまいじゃねえかよ。でね、恐ろしいことにね、1300年から約1700年まで、約400年もの間隔離され続けて、400年よ。いたーもう持ってる。左にポベヤの番人。ちょ、お前、あーチケット渡すなって。行かねえ。400年間隔離され続けて、ここで亡くなった人々の数なんと16万。16万
やばいっす。そりゃもう例出ますわ、うん、まあ確かに世界中でねこの時ペスト流行っててもう1億人ぐらいはもうね死亡してたのよペストで、ね、仕方がない。ああペストの薬作ったやつすごない？俺のじいちゃんなんだけど。お前のじいちゃん、それ知ってたけど。あんたのじいちゃんジェンが作ったんでしょ。だってそうだよ。そうそうそうジェンがもだってホベリアトル作ったらしい。余ってた木で積み重ねていったジェンガっていう由来は何すか。じゃあ死の島っていうそう。まあそのせいでねこの幽霊が大量に出るんかと。そうではないんですよ。そうではないというよりかは、はい、それだけではないと。ペストがちょっと落ち着いて隔離期間が終わりましたと。ああやっとじゃあちょっとは安全だなってなった矢先にイタリア政府これ何を考えたかというと、ここに精神病院を建てたのよ。何をしてんのよ。で重度の精神病患者をここに隔離したんです。その精神病院がジェンガっていう。うわちゃうよ、つながってねえ。ちゃうぞ、繋がってねえよ。すごいことだ。おいおいおい。で当時ロボトミー手術っていう研究がね、ロボトミーってなんかもう脳直接ぶしみたいなやつでしょなんで知ってんの。じいちゃんがなんかペニスだけなんだっけ。ペニスだわ。ペスト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 。おじいちゃん一瞬だけチンコになってる。暴れちゃう精神病患者の脳みその一部を切断するんですよ。ちょっとおとなしくさせるっていう手術の方法なんだけど、これの研究がめっちゃ当時進められてて、隠れされてきたっていうのをいいことに、もう精神病患者はもう好き放題人体実験をね繰り広げたっていう。映画麻酔なしです。麻酔なし。じゃあ行かれてたんだよね医者が。もうちょっと詳しく言うとね、まあもうちょっと詳しく言う必要ねえから言わねえわ。言わねえのか、うん、グロすぎる。ああそうなんだ。あそんな。まあだから世界一幽霊が多い島って言われるゆえんとしては大きく分けて2つで、1つ目がそのペストで隔離された、2つ目がこの人体実験にされてしまった恨み、この2つが主な要因なんだよね。でまあね、この精神病院は1963年に閉鎖されます。これなんで閉鎖されたかっていうと、ある日普通に健康状態の医者が急にうわーって めっちゃでかい声で発狂し始めて、で自殺したっていう。でもこれはもう完全にそこの幽霊に取り憑かれて自殺してしまったんではないかっていう、その噂がもうイタリア全土に広がって、だからもうこの事実はもうイタリア国民はもうほぼほぼ知ってるみたいな。だから悪者が死んだらポベリアで目を覚ますなんて言い伝えができるぐらい、もうイタリア国民の中のイメージとしてはポベリアイコールもう完全に呪われた島みたいな、そういうイメージが。そうなりますわね。でまあそんな事件があって今は立ち入り禁止になったと。で立ち入り禁止になった理由がもう一つあって、まだポベリア島はねもうそこら中に人骨があるっていう。え処分しないんや。処分もうしきれない。あそう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 。でかない。でかいな。まあちょっとその画像あるんだけど怖いから各々で調べてください。見せれるやつだけじゃあ、はいはい、これです。こんな感じじゃない。これ全部骨？全部骨。え？鳥肌やばい、鳥肌やばい。まあそんな感じで立ち入り禁止になったわけなんだけど、これね、まあ病院が廃止になりまして、イタリア政府次これ何考えたかっていうと、ここを観光地として。あーほやーバカバカイタリア。おいまあね、この島の立地としてはね結構いい条件。笑い警察の家。笑い警察がもういやいや逃げたいな。自分でもう捕まえてくださいみたいな顔でこっち見てたもん。何してたのそもそも。イタリアの反応してたんだけど結構ねその捕まった。ベニスから結構近いんですよねポベリア島が。だから結構いい条件だってことで、まあそういうのを売りにしたりとかして、99年の使用権をまあいろんな企業とかにどうですかみたいな提案してる。イタリア政府の目標としてはここに高級ホテルを建ててリゾートを作りたいらしいです。え、今作ってる。今まあそういう計画があるだけで作ってるわけではないっていう。我らは行かないといけないような気がしますけど。いや俺らはもうこの動画が上がった瞬間にみんなからコメントで行け。でまあね、今日ペストとか感染病とか、まあ、ヨーロッパの話をしてきましたけど、どこか他人行儀な感じしてませんか皆さん。正直ね、もうそんな考えしてるようだったら大きな勘違いと言いますと、日本でもね感染病っていうのはね様々な種類あるから、狂犬病しかり、デングですよね。だってもうこれで日本人が死亡するっていうパターンはザラにあるわけだから、しかも日本って島国なわけでしょ。島国ってことはこれ隔離しやすい場所とも言えるよね。怖いって。だから近い将来日本が第二のポベリア島になるかもしれません。信じるか信じないかは
あなた次第で痛い、もうやだ痛い、左にます。何言えたけか。好きになって信じたってどうせ恋なんて、この一歩が踏み出せない。